皆さんこんにちは。40歳のセミリタイヤに向けて資産1000万円を貯めているクマです。この Vlog ではオンライン英会話講師の仕事に日々の節約、30代夫婦の暮らしなど、歴史には残らないけど毎日必死に生きる一般庶民の日常を紹介したいと思います。今回は8月3週目後半、それでは早速行ってみましょう。おはようございます。金曜日だね。早速まずは昨日サボっちゃった食器の洗い物から始めていきます。翌日に回したら絶対めんどいって分かってんのに毎晩サボっちゃうんだよね。マジでどうにもならんです。コーヒーを作っていきます。こぼれないギリギリまで氷を入れていく。これやるたびに毎回ジョジョ第3部のダービー戦を思い出します。オッケー、コーヒー完成しました。そのままツバンをお見送りしていきます。いってらっしゃい、無理せずね。それじゃツバンも出かけたことだし、俺も仕事を始めていきたいと思います。前回の動画で言ってた通り、一昨日の水曜から今日金曜まではオンライン英会話講師になって以来ダントツ一番忙しい3日間です。今日がその最終日ってことで、ぶっちゃけめちゃくちゃ疲れてるんだけど、最終日だし、なんとか乗り切りたいと思います。頑張るぜ。はい、1件目のレッスン終わりました。今レッスンをやった生徒様は、今回が最後のレッスンでした。仕事に家事、育児と大忙しの中、頑張ってくれた、すごく立派な生徒様でさ。寂しい限りなんだけど、今後もハッピーな英語ライフを過ごしてほしいもんだね。今日のお昼ご飯です。白米に乗ってるのはネギとバター、さらにここに醤油を思う存分かけちゃいます。禁断のバター醤油ご飯です。くー、うますぎる。体に悪いものを食べてるっていう背徳感がますます飯をうまく感じさせてくれます。午後からも仕事を進めていきます。1時半から5時までひたすらレッスンをやりつつ、隙間時間には生徒様の提出課題のフィードバック、学習状況のチェックもやっていくっていう、なかなかの詰め込み作業です。うわー、終わったー。ひとまず地獄の3連続レッスンが終わりました。あー疲れた。あとは夜に1件残すのみだから、その前に夜ご飯だけ作っちゃいたいと思います。というわけで、はい、皆さんこんばんは。本日もやってまいりました。3日に一度は高原鉄開幕くまずキッチン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 。早速始めていこう。本日の原鉄は、こりゃたまらんよだれずび、ご飯が進むちょいとピリ辛よだれ鶏です。まずは鶏肉に切れ目を入れて広げていきます。包丁がしょぼすぎて全然切れん。セラミックじゃないちゃんとした包丁買おうかな。塩とごま油をかけて肉全体に染み込ませていったら、臭みを消す用のネギも挟んでいきます。ここら辺素人には思いつかない高原鉄さんならではの一手間って感じよね。でお酒もかけたらラップに包んで、あとは電子レンジで温めれば鶏肉は完成。鶏肉レンジでチンしてる間にソースも作っていきます。まずはネギを半分の、これまた半分、さらにそこから長さを揃えてみじん切りにしていきます。醤油、砂糖、生姜、さらにチンした鶏肉から出た煮汁も加えちゃいます。これが旨味とコクがたっぷりで、一気にタレの味が深まるんだよねって高原鉄さんが言ってました。最後にネギをどっさり混ぜ合わせたらタレも完成。鶏肉にはタレをどっさりたっぷり贅沢にかけちゃいます。そして最後はラー油。俺ラー油とかタバスコとかの爽やかな辛みがめちゃくちゃ好きだからさ、もう大量にかけちゃいます。はい、よだれ鶏完成しました。めちゃくちゃいい感じにできた気がする。うまそう。それじゃいただきますと言いたいところなんだけど、レッスンまで時間がないから夜ご飯は後回しにすることにしました。ほかほか作りたてのよだれ鶏が食べたかったぜ。悲しい。まあ悔やんでもしょうがない。さっさと最後のレッスンに全力を尽くして、労働の後のうまい飯を食べたいと思います。
それじゃあ、いざ、だーらら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 。終わった。これにて地獄の3日間終了。いや、マジで頑張ったな。さあ、楽しい楽しい夕飯の時間ですわ。いただきます。美味しいね。鶏肉のジューシーさとピリ辛のタレがめちゃくちゃ合ってる。これはまた高健鉄さんやってくれましたわ。また一つリピート確定メニューが増えちゃいました。いや、ほんとうまいなこれ。さらに今週頑張ったご褒美にプリンも食べちゃいます。お盆休み中に新潟からこっちに帰省してきた友達がくれたやつです。渋皮付き栗プリン、包みが豪快だね。濃厚、高級プリンって感じの味するわ。うまいっす。そして最後は寝る前の歯磨きをしっかりして、そんな感じで金曜日は終了だね。今日もお疲れ様でした。おはようございます。土曜日だね。まずはお茶を作っていきます。我が家ではお茶は外で買わずにお茶っ葉と水道水で作ってます。スーパーで買うよりもこっちの方が値段が安くて量もたくさん作れるし、味の方も別に悪くないってことで、我が家ではこれで十分です。ついでにお水の方も補充していきます。このごっついポリタンクは普段行ってるスーパーで会員限定でもらえる無料の水です。水道水と違って塩素も入ってないからさ、まろやかで飲みやすいらしいです。ぶっちゃけ俺にはそこまで違いは分からんけどね。今日の仕事を始めていきます。土曜日だからね、仕事は必要最低限しかしないです。っていうか、したくないです。1時間ほどで終えました。お昼に備えてご飯を炊いていきます。で、ご飯を炊いている間に食料の買い出しも行ってきます。着替えようか迷ったけど、もう面倒いからこのままの格好で行くことにしますわ。俺はグラブルの寄宮士だぞって他の買い物客にアピールしてきます。最近スーパーの前に貴金属買いますって業者をよく見るね。おじいちゃんおばあちゃんが捕まってるのを結構見るんだけど、俺には一切目もくれないんだよね。まあグラブル T シャツ着てるようなやつが貴金属持ってるわけないもんな。さっき言ってたお水ももらっていきます。こんな感じで容器いっぱいまで無料でもらえる。お得すぎるじゃんね。あー、日光気持ちよかった。今日もめちゃくちゃいい天気だね。やっぱり普段テレワークで家にいっぱなしだから、こうやって外出て日光浴びるのは気持ちいいね。お昼ご飯は冷凍のフライドチキンにします。ノンフライヤーでサクサクアチアチに揚げたら完成です。めっちゃ簡単。午後からはオーバーウォッチをプレイしていきます。半年ぶりぐらいかな。最近また本格的にランクマッチをプレイし始めたんだけど、びっくりするぐらい全然勝てなくなってて結構ムカついてます。前はマスターっていう上から2つ目のランクだったのに、今はプラチナっていう真ん中ぐらいのランクになっちゃってさ、自分が衰えたのか全体のレベルが上がったのか、はたまた他の要因なのかは分からんけど、勝てないっていうのはなかなか心にくるもんがあるね。ただそれでも時々チームが一丸となって勝利した時のあの一体感と爽快感があるからさ、オーバーウォッチャーやめられないってわけですわ。もうね、この漫画通りの展開を何度も何度も繰り返してる感じ。はい、ひたすらにオーバーウォッチやってました。休憩なしで4時間ぐらいぶっ続けでプレイしてたね。そろそろ夜ご飯作っていきます。最近はご飯作ってる時はクリーピーナッツの曲ばっかり聴いてます。ブリンバンバンボンから知った超絶にわかなんだけど、どの曲もアップテンポで聴いててめちゃくちゃテンション上がるんだよね。特にお気に入りの曲は夜更かしの歌とかつて天才だったあなたへだね。両方とも永久に聴いてられる。夜ご飯は焼きそばにします。具はキャベツとウインナー、もやしも一袋全部入れちゃいます。このお好みソースをかけてる時ってなんか楽しいんだよな。オムライスにケチャップかけてるのと同じ感覚。焼きそば完成しました。見た目は悪いけどきっとうまいはず。それじゃいただきます。
うん、うまいうまい。あら、これなかなかいけますね。そして1日の最後に亜鉛サプリも摂取します。サプリを牛乳で飲む男。牛乳は体にいい、亜鉛も体にいい。つまり E と E が掛け合わさって効果は100倍です。嘘です。はい、そんな感じで土曜日も終了。おやすみなさい。おはようございます。日曜日だね。いつもの健康ドリンクを作っていきます。前にコメントで粉からじゃなくて牛乳から入れるとダマになりにくいぜって教えてもらって以来、先に牛乳から入れるようにしてます。その説は本当にありがとうございました。混ぜ合わせた色はこんな感じ。薄めの抹茶ミルクみたいな色ね。はあ、うまいぜ。日曜日だけど1時間だけ仕事をしていきます。仕事を終えて早めの昼ご飯、そうめんだね。でね、ご飯食べながら先週見たデスノート実写版の完結編を見ていきます。ポテチを食べながらの映画鑑賞、これぞ休日の素敵な過ごし方ってやつよ。いや最高だね。映画の後は動画の録音もしていきます。そして現在時刻午後3時、早めにお風呂にも入っちゃいます。今週は仕事頑張って疲れちゃったからさ、久しぶりにシャワーじゃなくてお風呂にお湯ためて入ろうと思います。ちいかわコラボの入浴剤、ここ最近ずっと妻がちいかわにハマってるから家の中がちいかわグッズであふれ返ってます。うちの妻、一旦何かにハマるとめちゃくちゃ熱中する性格でさ、今はもっぱらちいかわがその対象になってます。あー、お風呂気持ちよかった。マジで心身ともに癒されました。やっぱ疲れた時はお風呂に限るぜ。そして癒された後はここからはお楽しみのパーリータイム。昨日買ったコーラとメロンソーダをグラスに注いで、さらにバニラアイスを乗っけてフロートにしちゃいます。くっ、これやばいでしょ。もう見た目だけでテンション上がるもん。これをするために昨日ジュースとアイスを買ったわけなんだよね。泡がすごい、モコモコじゃん。そんじゃいただきます。ん、ただの泡。お、アイス見つけました。アイスからのすかさずコーラも飲んじゃう。かー、うめー、これぞ休日。その後も俺はオーバーウォッチをプレイして、妻は動画を見たりゲームをしたりして、お互い自由な時間を楽しみました。でそんなこんなであっという間に夜です。ご飯作ろうと思うんだけど全然お腹空いてないんだよね。映画見ながらポテチ食べたりコーラフロート飲んだりしてたから未だにそれがお腹に残ってます。てわけで夜ご飯は卵かけご飯に豆腐、妻はそこにトマトを追加っていうめちゃくちゃヘルシーな献立にしました。そしたらもう日曜日もほぼほぼ終了。寝る前に部屋の整理整頓だけしていきます。はい、というわけで8月3週目後半、俺の生活はこんな感じでした。ここまで見てくれたみんな本当にありがとね。もしこの動画をいいねと思ってくれた人はチャンネル登録と動画へのコメントの方ぜひぜひよろしくお願いします。それじゃあ次回は水曜日の投稿です。また水曜日にお会いしましょう。バイバイ。